はい、こんにちは。パーカッションの高見です。この動画では今僕が座っているカホン DEG のドラムボックスプラスの紹介とレビューをしていきます。私事ではございますけれども、昨年からですね、この DEG スペインのカホンメーカーでグレゴリオカホンのエンドーサーをやらせていただいておりますので、それをご存知の方からしたらですね、なんだ高文ステマかと、案件かと思うかもしれないんだけれども、これ残念ながらですね、これを紹介することによって僕に1円も入りませんので、はい、入んのかな、いや入んないと思うんですよ。なので、忖度なくね、僕の感じたまま使ってみて、思ったままの感想をお伝えできればいいなと思っております。はい、で冒頭聞いていただいた通りですね、パッと見、普通のカホンなんですけど、普通のカホンとちょっと違うのはですね、これにさらに、なんとペダルが標準装備されていると。はい、このように側面をですね、専用のペダルでキックすることができます。で手だけではなくて足も使ってみたいなのもできてしまうと。でこのカホンをですね、ペダルでキックするアイディア自体は今そんなに珍しくはないかなと思うんですが、この楽器にしろですね、ペダルにしろ、正直今現行出ている他のメーカーのものよりもちょっと一線を画すレベルでクオリティが高いなと感じております。その分ですね、お値段も結構ハイクラスなんですけれども、もう各部にこだわりが詰まりまくったなかなかすごい楽器ですのでですね、気になる方ぜひチェックしてください。はい、では最大の特徴であるこのペダル部分から見ていきましょう。このキックペダルはドラムボックスプラスに付属のペダル、専用ペダルとなっております。でこのペダル部分を足でキックすると、連結しているこのビーターですね、ゴムスポンジでできているこの柔らかいビーターが打面をキックします。でこの連結部分はシャフトでつながっていて、これはいわゆるですね、ドラムのツインペダルと全く同じ構造です。でこのビーターが当たる座面なんですけれども、これはですね、別途手で叩く座面とはまた別の座面、このキックで出す低音が出やすいように設計された座面が別途ついています。でこのペダルの調整もかなり細かくできるようになっておりまして、いわゆるこの踏み込みの強さ、スプリングの強さに加えて、このフットボードのですね、傾き加減も合わせて調整することができます。なのでこの好きな角度で好きな強さでというふうにですね、無段階に調整することが可能です。でこのペダル連結部分がシャフトなので、セッティングの自由度が低いんじゃないかと思いきやなんですけれども、はい、めちゃくちゃフレキシブルに動きますし、置けますと。でこの長さもですね、調整できますので、実質ほぼどこでも好きな場所にセットすることができます。で踏みやすい位置にセットするのはもちろんのことなんですけれども、例えばカホンの前にコンガとかジャンベとかですね、いろいろ並べるマルチパーカッションのセットを組んだ時にも、こうそういう楽器をよいしょってこう避けるようにセットすることができるのが、僕的にはすごい嬉しいなと、ありがたいなと思いました。あとやっぱこのシャフトがいいですよね。他のメーカーだとワイヤータイプのペダルがあったりするんですけども、ワイヤーだとね、切れちゃうリスクがあるので、ちょっとプロの現場では使えませんので、そういった点でもね、このシャフトはありがたいなと思いました。でこのビーター側がどういうふうについているかっていうのを見ていただきたいんですけれども、この下のバーに対してペダルのクランプが噛んでいるっていう状態なんですね。でこのバーがね、実はこういうふうに外すことができるアタッチメントになっていると。これがね、めちゃくちゃ画期的ですよね。このバー自体はカホンと同じ木でできていて、このカホンの足にカポッとはめればつきますと。これがね、ほんと画期的。こうすぐ外せる、すぐつけられるっていうのがいいですね。で、使わないときは外しておいて、使うセッティングのときになったら、この足にカポッとはめればよしと。ああ、これは素晴らしい。で、専用ペダルではなくて、いわゆるこういう普通のシングルペダルももちろんセットすることができますので、これ単体でバスドラムの代わり、キックとして使うこともできます。で、アタッチメントの位置を付け替えれば、一応この座面側、手で叩く側に
ペダルが当たるようにすることも可能です。はい、では続いてカホン本体を見ていきます。この動画で伝わるかちょっとわからないんですけれども、サイズがですね、普通のレギュラーサイズのカホンよりも一回り大きくなっています。高さが53センチ、奥行きが34センチ、横幅が32センチです。この横幅だけが通常のレギュラーサイズのカホンと同じで、奥行きと高さが大きくなっています。で、大きくなるとどうなるかというとですね、より低音が響くと。で、他のメーカーでいうですね、ベースカホンに分類されるような音域帯のカホンだと思います。はい、音はこんな感じです。はい、いかがでしょうか。おそらくね、この低音、ベースの音がですね、一般的なカホンよりもかなり音域低く聞こえるんじゃないでしょうか。もう叩いててもね、このズンズンがすごいお尻からですね、伝わってきます。はい。いわゆるこのハイトーンと呼ばれる高い音なんですけれども、これもだいたい真ん中あたりを叩くとですね、こう、かなり低音成分が混じった太い音を出すことができます。で、カホンって、いわゆるですね、小口径のスネアみたいな、こうサクサクとしたクリスプな音が多いと思うんですけれども、これはね、このハイトーンでもこうバシッと不可動のスネアみたいな音を出すことができていいですね。はい。まあ、高い音が欲しいときは、まあ、ちょっと端の方を叩くことになるかなと思います。で、このドラムボックスプラスに限った話ではないんですけれども、この DG のカホンって全般的にですね、この響き線、まあ、弦のタイプの響き線が貼ってあるんですけども、響き線のレスポンスがめちゃくちゃいいんですね。なんでこういう細かいフィンガーテクニックなんか使った時にも、まあ、しっかりと反応してくれるのがすごく気持ちいいなと感じました。で、DG のカホンを作っているオーナーのパウロとも直接話させていただいたんですけども、特にこの高い方、ハイトーン、この音にこだわって作っていると、これがとにかくシャープにシャープにですね、なるようにこだわって作っているとおっしゃっておりました。で、その言葉通り、本当にね、この音のレスポンスがいい。何してもこうついてきてくれるような感じで、しかもまあ音が太いのにこう立ち上がりがいい、シャープな感じということでですね、叩いてて非常に気持ちがいいですね。で、さっきペダルでキックしてた面を手で叩いても結構良くてですね、こっちはこっちでかなりパーカッシブな感じで使うことができます。はい、では最後に実際に使えそうな演奏例っていうのをいくつかやってみたいと思います。まあ、足が使える分ですね、手は片方何か違うことをやってもいいかなと思いまして、例えばシェーカーとか振りながら、みたいなのすごいやりやすいですよね。で、個人的にこのキックがあって一番助かるなというのがシンバルがあるときかなと思いました。カホンでこう叩くときってシンバルと同時にカホンを同時に「えい」って叩かないといけないケースが多いと思うんですが、まあ、キックがあればね、まあ、ドラムと同じ感覚で、まあ、楽勝であると。
ちろんマルチパーカッションのキックとしても使えますよね。で、反対の足にタンバリンとかハイハットとか置けばですね、こんな感じで、まあ、こんな風にできると。はい、というわけで今回は DG のドラムボックスプラスの紹介とレビューでした。まあ、エンドーサーだからというわけではないんですけども、本当に悪いところがあまり見当たらない、まあ、それぐらいクオリティが高い、完成度が高い楽器だなと思いました。まあ、C ってね、悪いところを挙げるとすると、このサイズがちょっと特殊なサイズなんで、あんまり合うケースがないっていうことですね。専用ケースみたいなのもないので、僕はちなみにパールさんのこちらを使ってますので、よかったら参考にしてみてください。で、このドラムボックスプラスがおすすめの方は、やっぱりドラムをやってる方、ドラムをやっててアコースティックなアンサンブルに興味があるとか、カホンやってみたいなという方、ドラムと同じ感覚でですね、このキックを使って両手両足を使うことができますのでおすすめです。あとやっぱりマルチパーカッションいろいろ並べてマルチにやりたいよという方にはですね、うってつけなので、よかったら使ってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップも行っておりますので、引き続き要チェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。